ゲラルトの方が、はい、とりあえずはなんか様子を見やすい、かなりスタンダードなキャラなので、ゲラルトは。あーでもジークで来ました。さあ多彩な構えを持って、さあ一つ一つの リターンもかなり高いパワフルなキャラクターです、ジークリット。さあそれでは参りましょう、ルーザーズトーナメント、ここからは負けたら終わりです、魂になります。そうです、魂が消化する瞬間もしくは散る瞬間を皆様一緒にぜひ見届けてください。さあステージは廃墟都市、ジーク的には美味しいステージかなと、まあ、壁も崖もある。さあ A 解放から向かって槍解放からブリーゼモルフ、これですね、今のモチーフで盾切りを潰そうとしたんですけど、はい、やっぱりヒーザー基本的に A 溜めてるんで、はい、横切りが多い、はい、そうですね、モチーフしてもあんまり、あダイストスピンローキング、2回目のリソルヒット、あソウルアタック、壁に打たせ、まあ、コンボは逃れたがダウンを放置できる、一気に逆転していきました、実は10割いったぐらいの勢いでしたけど、さあ特定の技を当てるとヒルダはレガリアを得て武器が光ります、武器が光っている間はレガリアという強力な技を一度溜まってます、ね、両方溜まっている、何を打っていくのか、ポラールシュルン、この技ですよね、これです、人間の炎に上がってる、はい、あきれついてアイゼンアドラー、ダウンウーチの形で1本取り返す、やばーうまいっすね、ブレイクアタックからリーゼクラッシングラム、チーフでかわして横中段、これリーゼから剣のレガリーが溜まった、今度でチーフで拒否してるんですけど、はい、やっぱり A 解放が待ってるって感じで、あーこういうこと計らえません、 A リリースはかいガードしたけど本当には逆らえません、必ず動きます、これまで染みついてきたソウルケリバーの歴史に訴えかけてくる、こんな技聞いてないよと、そうです、さあベースの構えから、ただこれで済むんですよ、あなるほど、しゃがみパンチだと、はいはい、消えちゃうんで、えらいことになる、はい、これです、これで済む、確かに、ただ安定取ってますね、はい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 、致命傷というダメージはないにしても、はい、いいかソウルチャージ、先にゲージを使ってくるのはリンコーズ、返しましたね、ただこれでお互い拒否でなくなりました、あ前も似通ったようなリターですが、ポラールシュテルンからレガリア槍をゲットして、あさあこれ受け身と取られますよね、さあ2本目のゲージを入っていく、このセット取れるか、しかしリンコーズの派生の横切りが野心選手に襲いかかる、まず1セット目はリンコーズが手にしました、やっぱ1セット目ですね、やっぱ1ラウンド目でしたね、あそこそうですね、なんかかなりあとギリギリまで追い詰めたところだったんですけど、そうですね、壁があるのと全然ちょっと狭いじゃないですか、相手の自体が、そこがリンコーズの位置取りが良かったそうですね、ステージの選び直し、ランダムでの選び直しを、ね、選び直ししたんですけど、なんか状況悪く最悪のステージが出ましたシーズン2で追加された、はい、ギノたちの聖域、多分今ジークは2倍に見えてるはずですでかい、多分今のジークは2倍に見えてるはずですね、これこのステージやばいです本当に、かなり狭いステージになっております、このステージどう立ち向かっていくか、壁コンボが強力なジークフリートに対しては戦いたくない、さあベースからのリボンバッシャーで OK なんですけど、あーチーフの動きから、そして背面ヒットのリーサル、逆には解放ディランからチャーグタッチとチュービーフルスイングスプリッター、どこからともなく飛んでくるアッパーのリターンが高い、ヨシングラムからああ、よくかました、飛び振られず、中断リースカーして、ここからステダモベチ、ゲイダンよくしゃがんじゃないわ、ダモベチベースから、まあ、ベースのガードインパクトを中心に組み立ててます、ナハトナーゲル、オカリアを一度使って、再び剣をつけていく、深みが通って、
さあ、こう圏内まで行った相手アドラー残りミニまで行ったらやはり下段が頼りになる。結構遅いんですけど、意外と なんか見えづらいんですよね。なんかその予兆が下段っぽくない。そうそう、ありますよね。ソウルチャージして、これハリス、いや、これやっぱり逆らえない。これに対応される前にジャスティスダメージと勝ちを重ねていきたい。ただソウルチャージした聖域のシークリートが戦ってきる。クラッシングラムからまだ残っている。途中相打ち、この男を行かせては。クラッシングラム死なんだ。重要です。あと1ラウンドというところまでリンコーズは追い詰めていますが、ダシー選手ここから粘れるかどうか。これはレジストインパクト読み切った。そしてガードインパクトで返そうとしたところはリーサルヒットしている。そのまま起き上がりに技を重ねてパーフェクト。ジャシーを破ったリンコーズ、ルーザーズをまだまだ泳いでいきます。